よりも命を守れ。原発よりも環境を守れ。原発よりも環境を守れ。原発やめて子供を守れ。原発やめて子供を守れ。原発やめて被災者守れ。原発やめて被災者守れ。安倍首相、2日前に長谷文部科学大臣が文字をどうしても動かすんだと、動かすことが前提だというふうに言った矢先、今日、点検漏れが発見されて、しかも2ヶ月も報告をしてない。どういうことなんですか。1日5000万維持するだけでかかる文字、何十年も動いてないじゃないですか。今すぐ廃炉にしてください。そして8月に伸びたと言われている、伊方原発、これも先ほどスピーチのあった方のように基準地震動の計算のし直し、そして避難経路、避難方法の見直しを迫られている、その中での再稼働、ありえないことです。今すぐ全ての原発を廃炉にしてください。首都圏反原発連合から、お知らせがあります。先ほども申し上げましたが、この都知事選に対する、首都圏反原発連合の、スタンスを、サイトの方に掲載してありますので、ご覧いただきたいと思います。それと明日からですね、先ほど申し上げました、伊方原発の再稼働に反対する現地の 大集会があり、首都圏反原発連合のメンバーも参加して、再稼働反対の声を上げていく予定です。この、首相官邸前抗議は皆さんの寒波によって、賄われておりますので、どうぞ寒波のご協力をお願いしたいと思います。その他に、アピールのある方いらっしゃいましたらマイクをお貸しします。よろしいでしょうか。それではマイクを置きます。お疲れ様でした。ありました。